こんにちは。今日はジェルスカルプチャーのやり方を紹介します。右手の親指を長さ出しします。まずジェルが定着するように表面をファイルで削ります。ダストはきれいに払いましょう。そしたらこのネイルフォームを使うんですが、ネイルフォームを台紙から剥がしてこの丸い部分を裏側に貼り付けます。そしたら下の切り込みがあるところをハサミで切ります。ネイルフォームを爪にはめてみますが、隙間ができるので、隙間ができないようにネイルフォームをカットしていきたいと思います。自分の爪のこのカーブに合わせてネイルフォームを切ります。最初は難しくてどうしても隙間ができてしまうと思うんですが、慣れるとそんなに難しくないので練習をするのが一番だと思います。しっかり横から見て爪のラインとフォームがまっすぐになっていることを確かめます。次にジェルの密着を良くするためにマジカルプライマーを塗ります。地爪の部分だけベースジェルを塗布していきます。濡れたら硬化します。エクステンションクリア2で長さ出しをしていきます。私はまず地爪の上から少しずつ先に伸ばしていくように塗っていきます。この時地爪とフォームの間に段差ができないように気をつけながら塗っていくのがポイントです。慣れてきたらもっと多めにジェルを取って地爪から伸ばしていけばもっと綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。このフォームには線が書かれているので、その線を目安に長さを調節していきます。ある程度形ができたら一度硬化させます。そしたら一番初めフォームがついていたシールの台紙を使ってピンチを入れます。ピンチっていうのは爪のカーブを作ることです。このように両サイドから押すことによって綺麗なカーブができるので、これを忘れないようにしましょう。そしたら厚みを出すためにもう一度エクステンションクリア2を上から塗ります。好みの厚さになったら硬化させます。硬化が終わったら一度未硬化ジェルを拭き取ります。そしたらこのように仕上がりました。このままでは先端がガタガタなので、ファイルで自分の好みの形に整えます。私は表面も綺麗にしたかったので一度表面も削って整えました。好みの形に整えられたらダストを払います。表面を削ったのでもう一度エクステンションクリア2でコーティングします。硬化します。硬化が終わったら未硬化ジェルを拭き取って完成です。ジェルスカルプチャー、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。